皆さんこんにちは、リナウクマです。今日はお腹周りのピラティスを10種目マットの上で行っていきます。そして今回の動画はダンスキンさんとの共同制作となっております。トレーニングの後は今日のウェア紹介、 OOTD などもやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは一緒に頑張っていきましょう。それではまずはマットの上に仰向けになった状態からスタートしていきます。このまま手足を上に伸ばしたら、ゆりかごからやっていきましょう。足を少し上げて、そのまま足を下げた時に上半身を起こす、起こす、足上げる、交互にやっていきます。しっかりと腰をマットにつけた状態で上下伸縮していきましょう。よーい、スタート。吸いながら足上げて、吐きながら上半身アップ。焦らなくて大丈夫ですので、お腹がぽっこりしないように、やっぱり押し付けるようなイメージで、足と手を交互に上げ下げしていきます。繰り返していきます。吸いながらアップ。
から突き放すようなイメージ。吐きながらまっすぐな姿勢を出してくる。地味な動きですけども、お腹意識して頑張っていきましょう。吸ってオフ、吐いて下ろす。していきます。はい、はじめ吸ってイン、吐いて下ろす。お腹しっかりへこませていきましょう。ぽっこり床の方に落ちちゃってませんか？下腹部引き上げて、胸も歩く。吐きながら下ろす。頑張っていきましょう。
腹ぽっこりしないように下に下にへこませて頑張っていきましょう。ラスト1種目です。なっております。特に私が気に入っているのはこのブラトップで、後ろから見た時のこの背中のラインが綺麗に出るっていうところと、あとはブラトップの中にカップとパッドが入っているので、走ったりジャンプしたりする有酸素運動の時でもあまり胸を揺らさずにホールドしてエクササイズできるデザインとなっております。私今身長は165センチで体重53キロぐらいなんですけど、上は M サイズ、下は S サイズを着ております。下もね結構ハイウエストなので、着た時に下腹部をグッと引き上げてくれる効果があるのと、私は個人的に真後ろから見た時のお尻の上がり具合に気に入っております。そして親の中では結構珍しいなと思ったんですけど、この上下実は UV 効果があります。私今アメリカのアリゾナ州に住んでて、結構こういうねアスレジャー的なウェアで出かけるってことが多いんですけど、ショッピング行ったり食材買いに行ったりね、そういう外に出る時でもあまり日焼けを気にせず出かけられるようになったので、日焼け対策をしている方にはすごくおすすめです。実はこのブランド、心と体、私を生きるっていうタグラインがあるんですけれども、そのタグラインにちなんで今日はこの動画を開いて、一緒にお腹周りのピラティスをしてくださった皆さんに、私からちょっとしたメッセージを伝えたいなと思います。私たちはね、生きていく中で、ついつい周りの意見や周りの目にすごく左右されてしまうことが多々あります。自分で気づいてることもあれば、気づいてないこともあったりします。例えば洋服一つ選びにせよ、体型にせよ、こっちの方が万人受けするからいいかな、こっちの方がいろんな人に認めてもらえるからいいかなという基準でいろんな人生の判断をしてしまう方が多くいるんですけれども、私たちは私たちの人生を生きているわけであって、他人のために生きているわけではないので、まずは自分のことをケアしてあげるということを大切にしていっていただければと思います。そしてその中の一部としてトレーニングを日常生活に加えることによって、より健康な体、長持ちする体っていうのをぜひ作っていっていただければいいのかなと思います。トレーニングは流行ってるから、こういう体型が流行ってるからで左右されるのではなくて、自分の健康のため、自分の体のためにトレーニングをしていてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。